さあ楽しみなこの 200m 個人メドレーの決勝、得意な種目それぞれありますから、この順位の変動が激しいのもこの個人メドレーの見どころです。5コースの高川がすごいスタートを切っていきました。浮かび上がって早くも体半分のリードです。高川選手はどうでしょうか、どういうレース展開。やはりあの序盤からですね、積極的にリードをして最後制したいというところだと思いますね。画面の奥2コースの植木も前半が強い選手です。まず 50m のターンです。日本記録を持っている北京に続く代表を狙う高川、日本記録よりも速いペースでまず最初の 50m を終えました。さあそして2種目目は背泳ぎです。この背泳ぎをですね、得意としているのは萩野選手ですね。萩野選手が出てくると思います。やはりバサロからこの4コースは萩野がぐるっと出てきましたね。瀬戸選手はここで離されてはいけませんね。画面の奥3コースの瀬戸はこの次の平泳ぎが得意な選手ですね、はい、日本記録は速いペース、そして黄色のラインは派遣標準記録のペース、それよりも上回っています。さあ 100m のターン、萩野がトップ、1秒差で日本記録は速いペース、速いですね。高くは瀬戸とついていった。さあここで3コースの瀬戸がどれだけ上がってくるか、ここからです、ここからです。いいですよ、3コースの瀬戸は、すごい激しいペース、上がってきました、上がってきました、上がってきた、上がってきた、差が詰まってきた。先頭4コースの萩野、そして手前5コースの高桑、3コースの瀬戸も上がってきた。まだ日本記録よりも速いペース、派遣標準記録よりも大きく上回るペースで来ている。さあ最後のフリーだ、自由形勝負ですね。日本記録を上回るペースで来ている、派遣標準記録よりも速いタイムで来ている。このままいけば1位2位がオリンピック代表決定だ。残り 25m、 高桑が来た、高桑が追い上げてきた、ほぼ並んだ、日本記録より少し遅れたが派遣標準記録よりもまだ速いタイム、あと 5m、 萩野が出た、萩野1着オリンピック代表決定、高桑も決めました。2大会連続のオリンピック、高桑高校新記録で萩野、この 200m の個人メドレーも代表権を勝ち取りました。2位の高桑も1分58秒20で派遣標準記録を突破して北京に続くオリンピック出場を決めました。そして3位の瀬戸はこの種目も派遣標準記録を突破したんですが、またしても3位、大ベストでしたけどね。本当に悔しい思いをした今年の代表選考会の瀬戸です。いやそれにしてもこの種目でも非常に高いレベルの鈴木さんレースが展開されました ね、 そうですね。この萩野選手 400m のですね優勝、非常に自信を与えましたね。日本記録を上回るペースで進行していったこの 200m 個人メドレーの決勝です。もう高岡選手もですね、最後のフリーは非常にその競り合い強いんですけどもね、もう負けませんでしたよね、もう高校生なんですけども本当エースの貫禄十分ですね。放送席、男子 200m 個人メドレーも2人オリンピック代表決定です。まず萩野公介選手です、おめでとうございます。ありがとうございます。400に続いてこの200も取りました、いかがですか。そうですね、 400m 個人メドレーは本当に思い切って自分のリスクをすることができたので、 200m 個人メドレーもしっかりと自分の泳ぎをして代表を取ることをしっかりと目標にしてこのでやってきたので本当に良かったと思います。前半は日本記録をはるかに上回るペースで高校記録でフィニッシュしました。自信になったんじゃないでしょうか。そうですね、本当に自分が積極的に前半から行くレースが持ち味なので、それをしっかりと実践してきたことは良かったんじゃないかなと思います。高校3年生として臨む夏オリンピックですね。そうですね、本当にオリンピックではこれ以上にいいパフォーマンスができるようにしっかりと練習を積んでいきたいと思います。楽しみにしてます。ありがとうございました。そしてこちらは2大会連続のオリンピックを決めました高桑選手です、おめでとうございます。ありがとうございます。
若手が台頭する中で臨んだこのオリンピック予選でしたがどうだったですか。前半もう萩野君出ていくのはもう分かったんで、まあ、慌てないように落ち着け俺と思ってブレスト置いてました。スタートから積極的に飛び込んでいったように見えましたが、スタートはもうアップの時から反応がすごい切れてたので、スタッフのコーチの方からもいい反応してるって言われてたんで、スタートは自信持っていきました。最後フィニッシュして2大会連続のオリンピックを決めた瞬間、どんな思いだったでしょうか。最後クロール僕右側呼吸しかしないんで萩野くんが見えなかったんですよ。で多分萩野くんが出てるから右側走ってるカメラ見ながらカメラーと思いながら追ってたんですけど追いつかなかったです。ということはかなり余裕を持ってレースをしていたんだなと思いますが。余裕はないです。夏のオリンピックは北京では5位でした。どこまで上げていきましょうか。もう萩野君と戦ってもう背泳ぎのバサロ、あとスイムの部分でも課題がもう浮き彫りになったので、夏までに背泳ぎを練習して頑張りたいと思います。楽しみにしてます。ありがとうございました。さあこの男子 200m 個人メドレー決勝のレースをもう一度振り返りましょう。安井さん、はい、本当に素晴らしいレースでしたね。そうですね、あの勝負がですね、誰がねこう代表権入りするのかっていうね、非常にあの緊迫としたいいレースでしたね。岩崎さんも、最後こう興奮してご覧になってましたけれども。そうですね、女子の200の平泳ぎも男子の200名の個人メドレーも、やはりすごく誰が代表になるかっていうのがすごく本当に分からなかったので、まあ、あとちょっとセタダイヤ選手はまあ残念でしたけれども、ね、やっぱり高校生でこういった記録を出せるというのはとても立派だったと思います。萩野公介、高桑健2人がオリンピック代表決定です。